皆さんこんにちは。群馬県っていいですね。温泉もたくさんありますし、この地図の中でも見どころがたくさんあります。まずは道の駅赤城の恵みです。ここは温泉がありますね。大鳥居をくぐって交差点を左に行ったところが4号の蕎麦街道から登った、赤城神社はあまりにも有名ですが、もう行かれた方も多いと思いますが、群馬フラワーパーク右下ですね、これも楽しいですね。パークトレインで20分以上回るのもいいですし、子供の遊びもたくさんあります。今日は道の駅富士見からのスタートになります。ここも温泉があります。そしてメロデーラインを通って、赤城神社、ここは三沢町の赤城神社です。そして今夜の宿は滝沢温泉です。今日はあいにく雨となってしまいました。目的地に着くにつれどんどん雨が強くなっているという感じです。まもなく道の駅富士見ですね。これは隣が温泉になっていて、両方とも広い駐車場があるみたいです。これは道の駅側の駐車場ですね。こちらが触れ合い館と食事とかができる施設ということになりますね。大きいですよね、結構。そして、こちら側が、道の駅の側の駐車場ですね。金曜日ですが、もうすでにいっぱいですね。まだ11時前です。そして前に来た時に木曜日でしたが、お休みでしたね。木曜定休なのかどうかそれはちょっと不明ですが、ここは軽く食べられるものがたくさん売ってますね。うどんにはトッピングがいろいろあります。その他にコロッケ、メンチ、唐揚げ、チキン、焼きまんじゅう、ソフトクリームと、まだあるのかもしれません。うちの奥さんも大好きな道の駅の野菜売り場です。品物広いですね。そして品物もたくさんあります。肉類や食品もたくさん売ってますから、まあ、スーパーみたいな役割をしているのかもしれません。メロデーラインを越えて、グリーンフラワー道の駅ですね。これこの裏に新しいカフェができてました。綺麗な建物ですね。そして周りにも、椅子席がたくさん見えます。聞けばまだ開店して2ヶ月、8月頃開店だそうです。とてもおしゃれなお店ですね。隣はグリーン牧場でしょうかね。広々とした空間です。テーブルに木の葉が動いて小鳥のさえずりが聞こえます。プロジェクションマッピングですね。上の壁一面に画像が展開します。
そしてその奥はホールになっていて、プロジェクションマッピング空間、瞑想空間って書いてありますね。フリードリンクになっていて有料だそうですが、ちょこっとだけ覗かせていただきました。中には7つの席が用意されているようです。店内よりも広いみたいですね。温泉ルートの16号から、直進で、三沢町の赤城神社です。まもなく鳥居が見えます。第一駐車場ですが、1台も車止まってませんね。春には桜やツツジでこの付近も賑わうそうですけども、さすがに今日は誰もいません。そして雨です。社務所もお昼休みなんでしょうか、人の気配はありません。私もここは初めて来たんですが、この厳かな雰囲気には本当に心がこう締まります。雨はますます激しくなっています。旅行の安全と、そして健康を祈願していきましょう。そしてこの雨と鬱蒼とした森を見ると、やはり98年に起こった失踪事件をやっぱり思い出してしまいますね。もう20年以上前の話ですが、こちらは戦国時代の武将、上泉信綱さんの、修練の場と書いてあります。テレビドラマで放送したんでしょうか、そんなことが書いてあります。江戸時代の新影流、これにつながる兵法を編み出した人のようです。本殿に上がる階段の手前を左に入りますと、御神水あるいは名水と言われているんでしょうかね、水場があります。先ほどの話の1998年の失踪事件ですが、
家族の方がこちらに上空に来てたということですから、男性2人ですね。それを追うようにして、お賽銭だけ持って神社へ向かってあまま帰らなかったという、まあ不思議な事件ですね。これは神社から16号を少し登ったところで、滝沢温泉の看板が出てきます。これを右折して音なく、旅館が見えてきます。ワンちゃんの元気な声が聞こえます。いかにも秘湯の会の温泉という感じがいたします。秘湯の会をもう審査は結構厳しいそうですね。近代的な大規模なところはダメなんだそうです。あ、これはお部屋にあった新聞の記事を読んでの感想です。床柱がすごいですね。そして床もピカピカに磨かれています。いろりもあって実に落ち着いた雰囲気でとても気に入りました。こちらは新館ということだそうです。ウォシュレットもついています。ですから旧館はついてなくて、お値段ももっと安くなるということですが、新館でも 11,500 円ですから、秘湯の会としてはとても安いですよね。私も電話で聞き直してしまいましたから。当然まあ他に消費税としてはかかるわけですけどね。いろりのすぐ脇に階段があります。ここにアブとブヨに注意というのが書いてあります。これはまた後ほどお話しします。ここを階段を降りるとすぐ、露天風呂ですから、あ、近くて便利ですね。とにかく雨が強いので傘をかぶらないといけないですね。やっぱりすめ傘、昔のがからのがいいですね。ちょっと寒かったです。すぐ洗い場があって、それから温泉になります。すごいですね、雨が。先ほどのアブやブヨの話ですが、常連さんの話よりを聞きました。夏はもうやっぱり多いらしいですね、虫が。ということで蚊帳が釣ってあったということで本人もびっくりしてらっしゃいました。まさに秘境秘湯という感じですね。一度体験してみたいなと思ってますが、皆さんいかがでしょうか。それから群馬県の割引について話をしてました。群馬割延長に、春から延長になって本当に安く行けるそうです。羨ましいですね。東京も早くなってほしいです。雨の中落ち葉を拾いながら
温泉に入る。なかなかおつなもんですね。お湯の温度は、お湯の出てるところが42度ぐらいと言われてますが、もっと低いような気もします。で、川のそばの方に行きますと、40度、ちょうど何時間でも入っていられるような感じですね。こちらは、壺湯です。お部屋にあった新聞によると、壺湯というそうです。そして、源泉かけ流し、24.5 度というふうになってますが、入った感じはそんな冷たい感じはなかったです。そして、1分もすると体の方が温まって、足元から温まってくる感じで、寒いっていう感じはあまりなかったですね。こちらが温泉の元です。ちょっと飲んでみましたが、ちょっと失敗っていう感じですね。この竹の靴で夜、この竹の靴で夜中に源泉から露天の方に新鮮なお湯を入れているということだと思います。本当に人を守るっていうのは大変なご苦労だと思います。ありがたいことですね。夕食です。なんか様子を見てるとおなじみさんが多いみたいな感じですね。数えるのが大変なほど健康に良さそうなおつまみが出ています。このお魚、ヤマメですね。これは900円で追加したものです。美味しくいただきました。朝5時半過ぎです。まだ暗いです。暗い中にランプがついています。昨夜あんなに降ってたので、ランプはいつつけたんでしょうか。ゆらゆらと心が安らぎます。朝から年寄りの冷や水やってます。部屋の新聞にも書いてありましたが、冷泉と温泉交互に入るっていうのは気持ちいいですね。そして冷泉から温泉に入ると足がピリピリとして、なんか元気が出るような気がします。聞いたら原則火曜日と水曜日はお休みの予定のようです。当然祭日などはその別ですけれどもね。露天には洗い場が2つあります。そして内風呂も紹介してみましょう。こちらは温泉ではないようですが、赤城山からの名水を使っていると思うとなんとなく効きそうな気がします。これも温泉旅行の効果でしょうか。朝食は質素ながら健康に良さそう。味噌汁も美味しかったです。あと小さい納豆と卵が欲しかったですね。滝沢館は山の中の一軒宿。周りの緑とせせらぎと、そしてお安く露天や冷泉を楽しめる宿です。宿の皆さん、お世話になりました。それでは長い動画ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。